今日はホワイトデー、ホワイト、ホワイト、ホワイトデーです。なんかさ、リオさ、思うのがさ、こうバレンタインはさ結構なんか大々的じゃんバレンタインみたい なんかすごい大々的なのに、ホワイトデーはあんまりさ、ホワイトデーみたいな、すごいうわーみたいな感じではなくない？こう大々的な感じじゃない気がする。なぜなんでしょう。時代発表気になる？そうなんですよ。リオたちも知らないから、ちょっとね、ドキンちゃんです。ドキドキドキンちゃん。え、キムチ鍋美味しかった。そう、たくさんは食べれなかったけどね。だってダイエット中ですから。知ってますか？ダイエット中ですから。たらふく。たらふく好きなだけ、好きなだけは食べれなかったけど、あの野菜をたくさん食べました。白菜とか食べた。でトッポギも入れて、トッポギも超美味しかったです。臭いんかな、いや分かんないんだよね。いや自分じゃ分かんないんだよね自分がキムチ鍋臭いか。ギフトありがとう。昔はホワイトデーなかった？あ、ホワイトデーってなかったん？昔？そうだったん？いつできたん？いつ開幕したんじゃろ？ホワイトデー。じゃあバレンタインデーは結構前からあるってこと？ありがとう。謎ですね。え、気になる。ホワイトデー。え、でも確実にバレンタインができてホワイトデーができたんですよね、流れ的には。すいません。ホワイトデー誰が決めるんじゃろう、そういう何々で、お偉い、お偉い方たちが決めるのがどうやって決めるんだろう、何々でとか、お偉い人、お偉い人かギフトありがとう。かわいい。かわいい。ちょっとさ、あの前髪を巻いてみました。そう、巻いてみた。どうかしら。秋元先生が作ったの？バレンタインで？え？そうなの？おでこ出しです。
デコ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 、いい？やったー。なんかさ、リオス自分の眉毛好きじゃないんですよ。なんかさ、よくさ、いろんな人にいい眉毛だねって言われるんですけど、自分の眉毛あんまなんか好きじゃなくて、ちょっとなんか凛々しいじゃないですか。すごいなんかさ、すごいなんか女子な感じじゃないじゃん。ちょっとさ、なんかね、ちょっと嫌なんですよ。リオ濃くはないんですよ。そんなめっちゃ濃いみたいな感じではないんですけど、でもマーナからはなんか可愛いって言われる。この眉毛。でもリオはあんまり好きではない。え、可愛い？リオの眉毛？いやね、眉毛が下がってるんですよ。こうわかる？斜めになってる。普通さ、横とかこうまっすぐ行って下に落ちる感じだと思うけど、リオは全体的になんか斜め斜めですね。優しい眉毛受ける。優しい眉毛ですか、リオ。本当？リオ受ける。おがね、男のね。ね、今日ひめたんさんのお誕生日ですね。ひめたんさん、お誕生日おめでとうございます。17歳なの？まだ？ちょっと、セブンティーンですか？え？ 17 歳？え？ってことは、リオの2個上ですか？あれ？リオ、2個？え？ 2 個？ 1 個？あれ？ 2 個？ちょっとわかんないや。すごっ、セブンティーンじゃん。今でも君が一番だ、卒業アルバムの右の足。え、みんな知ってる？この曲。17歳のセブンティーン、似合いありのギリラギラリ。知らないかな。あれ好きだった。多分知らない。ほぼみんな知らないと思うんだけど、17歳のセブンティーン、うわあ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 、気づいてほしいのが、あ、しけんさんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと赤丸リオです。ぜひフォローしてください。すごい。私はインドネシア出身で JKT48 のファン。ありがとうございます。ぜひ押してください。そう、八の字。八の字なんです、眉毛。平行眉毛なのかな。平行眉プラス斜めですね。それがいいのです。本当ですか。
じゃあ自信を持ちます知ってる？これこの曲？すごい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 、すごい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 、嬉しい、知ってくれてる人いるの。あのアイドルネッサンスさん、アイドルネッサンスっていうグループさんがあって、それの17歳っていう曲なんですけど、好きな曲ですリオツメンバーで憧れの眉毛ありますか？そんな見ないよ、人の眉毛なんかだいたいさ前髪で隠れてるからさ、ちょっと見ないよね。ギフトありがとう。18日の放課後音楽祭が研究生ラストステージ？わかんないやばい、今騙されそうだったわかりませんアイドルネッサンスの CD 全部持ってる。すごーい、すごい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 、嬉しい、話を分かってくれる方がいて。まあいつからその昇格っていうのはまた発表されると思うのでお待ちくださいお待ちください。ギフトありがとう。あ、やばい、52分じゃん、もう早い。今日はニューウェブプロジェクトの配信があるので見てください。2回あります、2回1回目が18時半から、2回目が19時半からあります。で、1回目がなんか重大発表みたいな、本当に気になる、ほんまにリオたち知らないんですよ、本当に、本当だよ。だからファンのみんなと一緒のタイミングで知るので気になります。なんなんかな、気になる。で、2回目が最後の放課後音楽祭に向けてのレッスン配信です。レッスン、どっちも見てください。コメントもお願いします。リオツーンとか絵文字とかで送ってください。ハヤトさんも来るの？今日は来ないけどあの最後の放課後音楽祭の日は来てくれます。すいませんぼくが生まれて育った海のそばのこの町、久しぶりに帰ったらショッピングモールができてた。うん、昨日もねいろいろ練習してたから眠たいよ。今すぐ寝れる。やばい、55分。
壇上を読みたいと思います。13位、福山のタコさんありがとうございます。12位、正隆さん、ありがとうございます。11位、スキャリー2さん、ありがとうございます。10位、レオタンさん、ありがとうございます。9位、イワちゃんさん、ありがとうございます。8位、あやさん、ありがとうございます。7位、ドーグラスさん、ありがとうございます。6位、鈴鹿さん、ありがとうございます。5位、満月ライダーさん、ありがとうございます。4位、ラクラクさん、ありがとうございます。3位、昔からおじんさん、ありがとうございます。2位、日傘のたっけさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルルルルパン、よしここくんさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとう皆様、朝から来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日は夜は配信ができないのでお願いします。明日はね、どうなんじゃろう、わかんないかもしれない。明日もお仕事がと詰め詰めで入ってるので、朝か夜かわかんないです。2024年3月14日ホワイトデー、ホワイトデー。1位、よしかっこくんさん、ありがとうございます。あ、そうだね、今日はブログの日なので、リオツンブログも載ったら読んでください。ありがとう。それでは今日も一日楽しみましょうファイトです。ファイツン、ファイツン、応援してます。リオが応援応援です。ギフトもたくさんありがとうで、みんな嬉しいです。嬉しい限り。それでは今日はニューウェブプロジェクトの配信2回、ぜひ見てください。コメントもお願いします。重大発表、何かわからないので見てください。あと7周年ツアーのチケットの受付も今日までなので、皆さん7周年ツアー、香川、兵庫、香川、愛媛、すべて出演するのでお待ちしてます。それではバイツー。